はいはい、どうもペンギンです。激闘忍者大戦4続きやっていきます。ストーリーモード、ストーリー選択の砂隠れ編からスタートしていきたいと思います。ちょっと初めに断っておきたいんですが、ちょっと外の方がですねかなりの土砂降りでして、時折雷を伴っているわけなんですよ。なので途中でゴロゴロとかとかがなんかバリバリとかって言ったら雷ですのでまあ何のあれにもならないですけど、ちょっと雷落ちたら怖いなと思いつつ実況プレイやっていこうと思います。砂隠れ編ということで、砂隠れが、主人公というか、メインキャラとして、視点が変わってきてるんですかね。前回の中忍試験の話でサスケが里抜けをして音忍四人衆についていったところで確か前回は終わってたので、おお来た来た、ヤーラたちとはぐれちまったじゃん。よりにもよってあの中で一番弱そうなやつを引いちまったぜよ。でも機動丸って音の四人衆東門の機動丸、機動丸ってあれですよね、ネジと戦ったんですよね。この辺もちょっと変わってるんですかね。なんかできれば原作をなぞっていただきたかったなっていうあれがあるんですよね。カンクローと戦ったのはあれですよね、ウコンとサコン、牙の増援に来るんですよね、原作では。機動丸は確か増援なしにネジが一人で本当に瀕死の状態で戦って辛くも勝ったといった感じなので、勘九郎か、もう逃げられんぜよ。負けるのはいきなり状態になんですよね。いざ尋常に一本目始め。勘九郎は前作からちょっと使ってたので、まあなんとなくの動きはわかるんですが、あでもちょっといろいろと変更されてることがあるので、この下 A を連続して当てれるかどうかなんですよ。この下 A を当たらんねえ、やっぱりちょっとぶっぱしすぎましたね。アンクロって結構難しいんですよね。近距離の時はまあカンクロメインで戦うんですけど、遠距離中距離の時カラスの動きがちょっと鈍るので、かなりこう間合いを気にしなければいけないキャラクターですので、ちょっと難しいですね。思ったよりも手強いぜ。だから言ったじゃん、甘くねえってよ。これから楽しくなってきそうな感じだったのに、タイムオーバーぜよ。タイムオーバー、何のことだ。お前らが知る必要はないぜよ。逃がさねえぜ。お前にはオロチマルの居場所を吐いてもらわなきゃ困るからな。カンクロが機動丸と戦っていた頃、手まりはタユヤと睨み合っていた。でもタユヤはシカマルと戦ってて、最後の最後に手まりが出てきてかまいたちで一掃するんですよね、確か。言ってくれるじゃない、その言葉そっくりそのまま返してやるよ。なのでやっぱりこれは原作というよりもパラレルワールドと捉えた方がいいんですかね。てめえはうちにぶち倒されるしかねえんだから。タユヤか、タユヤどんな攻撃してくるんやろ。多分体術も使ってくるでしょうけど、 A 技忍術ってやっぱりあの口寄せなんですかね。あの3匹笛で操ってた3匹を使って戦ってくるんでしょうか。本当にね、音の4人衆は
激人4初出演ということで、かなり期待のかかってるんですよね、僕の中で。手まりも衣装替えしましたし。いざ尋常に一本目始め。あ、やべ、お前たちは一緒かな。おお、出てきた出てきた、あの口調整。当たんねー、音か。そうよね、こいつ音使うもんね。やべ、やられそうやられそう。なんかもう一個の奥義とか出したかったけど、下 X かな。なんか後ろ X やったり下 X やったりってちょっと分かんないんですよね。こいつなんて厄介な術持ってやがる。こいつそうか、空中 X か。空中で X するとかまいたちを確か2つか3つぐらい出して攻撃してましたね。種が分かれば大したことないな。攻撃と守りを一手にやれるのかよ。うちにとっては天敵だなこの女。そのセリフ確実に鹿丸が言おったで。やっと分かったか。私を前にして攻撃と守りを一手でできるこんな奴がいるとは。最高のその相性っていうか、まあ、それで何でしたっけ、キリキリ舞でしたっけ。あれで確かウチはサスケを連れて行けなくなっちまう。ウチはサスケ一掃したんですよね。さあな、てめえで考えな。ってことはですよ、残ってるのはウコン、サコンと、まあ、右の方にガーラとジローボが見えてますけど、キミマロですよね。やっぱキミマロですよね、このゲームの肝というか核心は。キミマロか、キミマロって本当にあそこでしか出てないからな。江戸転生でも確か出てこんかったんじゃないかな、キミマロって。うん、確か君丸は出てきて、いや出てきたんかな、なんか全然記憶にない。砂漠のガーナ、大層な通り名がついてはいるが、通り名。ジローボーは長寿に兵糧丸、緑青赤でしたっけ、なんかそんな感じの感じで赤を、まあ、最後まで使わせて、まあ、一時的なカロリーコントロールでこう羽、チャクラの羽を生やして倒したんですよね。一人一殺何でしたっけ、一番弱いやつが一番最初に切り捨てられるみたいな話をして、なんかジローボって悪役としてすっごいいい役だったんですよね、そのセリフ的にね。まあそういう役回りというキャラで見ると、まあ憎くないかな、結構口悪いですけど。ガーラでもガーラか、ガーラ赤色なんですよね、相変わらずの強さやね。まあ、下 X これか、強いよ、めっちゃ使うやん。ジローボの技とか結構見たいんですけどね、なんか石ころ投げてくるしか出てこないんですよね。勝負あり。ガーラ。この程度か。まあ、後々シングルプレイで使える時になったら、まあ奥義もちょっとお見せしたいなと思います。せっかくね、こう音の3人衆、4人衆か3人衆って言ったらあれだよね、中任試験出てきた、ドスキヌタと何でしたっけ、ザクアブミと金土ですよね。音の4人衆、せっかく4人衆出てきたので使いたいんですよね。まあ多分動画的には後半の方、後ろの方、後ろの方、後の方になるかなとは思うんですが、使っていきたいな。時間切れだ。俺たちはコノハに向かう時間なのでな。
木の葉だと。お前はいずれ俺の食事となってもらう。あ、そうか、ジローは確か敵のチャクラ吸えるんですよね。あ、この話これか、あれか、木の葉に行く直前の話。この音の四人衆それぞれ戦っていた音人を追いかけてきた、砂の三人衆、森を抜けて三人は合流し、太陽や軌道まで次郎王を追い詰めたが、あ、サスケを迎えに行く途中に出会ったっていう話なんですかね。こいつを追いかけてきたら合流できたぜ。なんだてめえら、一人も片付けてねえのかよ。お前もだろ。それにゲームはじっくり楽しむものだぜ。あ、なるほどね。何がゲームだ。そのサスケと接触する前の話っていう風に見ると、なるほどな、合点がいきますね。あ、それやったら多分原作にちょっとなぞってもらえるんじゃないかなと思ってます。ということは長次対次郎坊、まあそれぞれの対戦ができるんじゃないかとちょっと期待してます。3人揃ったということはスリーマンセルですね。てめえじゃゲームにならねえ。うらしいやつだ。やった、いざ尋常に。やった、それだけ始め。確か Z で変更できるんですよね。まだまだ消えろ。おっと、やめるなよ。チャクラを消費して Z で変更かな。ほらよ、こっちはどけ。そろそろ行くぜ。一応空物の術をお見せしておいて。大したことねえじゃん。首以外にしといてやるよ。まあ前作前々作と一緒ですね。合体人数どうやって使われたっけ。下 X があれか、カラスの毒というか武器とか毒器内か、毒器内を全部怖い。怖いけど当たりたいな。ちょっと見たいんですよね、多い。どうしよっかな。よし、来た。これ超大ダメージなんですよね。決まった3人を選択して合体奥義を出すと超大ダメージを叩き出すことができるんですよね。なんだよこいつら、さっきよりも全然強いじゃん。チームワークが悪そうな割に動きがぴったり揃ってるなんて。俺たちを甘く見すぎてたようだな。俺たちは本来オロチマル様の護衛のために存在しているエリートだから、チームでの結界や防壁の忍術、呪印、封印術に長けてるってわけぜよ。なるほど、そういうことか。そういえばこいつら、この葉崩しの時も三代目ホカゲとオロチマルの周りに結界を張ってたらしいな。つまり見た目は仲が悪そうでも実際はチームワーク抜群ってことかよ。そういうことだ。
バラバラで戦っていた時にうちらを何とかしておけばよかったな。これで俺らの方が圧倒的に有利になったぜ。ここでお前らを遊び倒してやる。残念だがそれは無理のようだ。うん、なんだ次郎坊。俺たちはここで時間を食いすぎた。もう木の葉へ向かわなくてはならない。そりゃないぜよ。あと少しだけやらせてくれよ。我慢しろ。てめえがいなきゃうちはサスケに薬を飲ませた後結界忍術ができなくなるだろうが。薬？結界？何のことだ。ああそんなのありましたね。薬で確か獣院の力をドーピングさせて、それを抑え込むというか周りに出させないために結界張って桶みたいなやつに入れるんですよね。忍法雲縛り。くそ、逃げられたか。あいつらこの内葉サスケとか言ってたな。ということは行くぞ、この葉の里へ。そうか、これでこの葉の里に向かってくれるというか来てくれるというか。いやでも確か合ってないよね、この葉の里で。この葉の里に現れるかもしれない。じゃあすぐにこの葉の里に向かうじゃん。やっぱりゲームオリジナルなんかな。太陽や機動丸、次郎坊が残した言葉を手がかりに木の葉の里の近くまで北河原勘九郎となり、そこへサスケを待ちきれず転生を終えたばかりのオロチマルが姿を現した。ほう、ゲームオリジナルですね。やっと見つけたじゃん。ほんと手間取らせてくれたわね。オロチマルと直接対決か。この間は世話になったわ、ね、うん、この葉崩しの時にね、あの時はよくも俺たちを騙してくれたじゃん。組んでたというか、まあオロチマルが騙してたんですよね。たっぷりしてやるよ。まあそのガーラ対ナルトの一戦があってから、こうスナとの交友関係が強くなったというか、そういう伏線になってるんですよね。その化け物の子がいてもね。こいつ好き放題に言ってくれるじゃないか。ならその化け物の力、今度はお前が味わってみろ。31かな、3マンスルで11かな、どっちやろう。あ、31や。虚しいやつだ。門の中入っとるやん。邪魔はさせないわ。BGM どこかやね。それだけか。始め。体力ありそう。ちょっと強い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 。全然減らんやん。終わりだ。マッキュー。砂漠曹操もそんなに変わりないですよね。危ない、これあかん。草薙の剣食らったらあかん。それだけか。ほらよ。毒切りね、やっぱ強いね、毒切り。遅いわね。よっしゃ、決まったかな。あ、まだ決まらんか。遅いわね。よっしゃ。まあ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 、そんなところで負けるわけないね。31やったらね、さすがにね、サクサクでいかんと。転生したばかりで体が馴染まない。なるほど、本調子じゃなかったと。ここまでだな。オロチマル、オロチマルでも、あれオロチマル、悪いけど、それはとんだ間違いね。オロチマル、
オロチマルって確かこの白寿司の後原作で出てくるのって短冊街の綱出が5代目になってくれっていう話を持ちかけるまで確か出てこなかったと思うんですよね。でその時確か転生してなかったので両腕が使えない状態で、まあ、この両腕直してくれってっていう話を綱手に持ちかけるところで登場してたので、またゴロゴロ。あの三人も言っていた。うちはサスケがどうこうと。ゴロゴロ言ってますが雷でございます。これマイクに入ってるんでしょうかね。入ってたら本当にすみません。こんな雨の中実況すんなよっていうね。窓開けたまま実況すんなよっていう話なんですけど、暑いんですよね。窓開けとかんと。